はい、皆さんこんにちは。レクセン2コースの川原と言います。では2023、合格基礎講座鑑定理論、1回目の講義を行っていきます。まず1回目ということで少しガイダンス的なことからお話をさせていただきます。不動産鑑定試験は担当式試験と論文式試験ですね、2段階選抜方式になっています。で、担当論文いずれでも出題される科目がこれから学んでいきます鑑定理論です。でこの鑑定理論についてまず初めに受講していただく、基礎知識をインプットしていく講座がこの合格基礎講座全20回ということになってきます。担当論文共通の知識をこれから学んでいきます。ただ担当式試験に合格しないと論文受験することができませんので、講義の進め方としましては担当対策をメインにして講義ですね、合格基礎講座進めていきます。なのでまずは担当式試験の概要から確認をしていきます。はい、画面見てください。まず試験期日はと言いますと例年ですね、5月の第2日曜日です。で、正式には年明け1月にね、発表されるんですが、例年通りですと皆さんが受けるべき2023年度の予定日は5月の14日ですね、第2日曜日が予定日ということになってきます。で、常に逆算して意識して学習していくことが重要です。あっという間に本試験来てしまいますので、残り何日なのか意識をしてこう逆算してですね、学習を進めていくようにしてください。あとちょっと一点ね、余談的に受験手続きですね、年明けの3月上旬ぐらいが受験手続きのね、締め切りになっています。毎年必ず1人2人受験手続き忘れましたって方がいるんですけど、そればっか私どうしもね、どうすることもできませんので、受験手続きだけね、3月上旬ぐらいなんですけど忘れずですね、行うようにしてください。はい、では続いて担当式試験ね、試験科目ですね、2科目です。行政法規という科目と鑑定理論という科目ですね、2科目で試験が課せられます。まずは行政法規ですね。不動産買って気ままに使えるものではありません。さまざまなですね、法律規制があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名聞いたことありますでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのがこの行政法規という科目になっています。もう一方鑑定理論ですね、不動産を鑑定する時のね、考え方理論を学んでいくのがこの鑑定理論。不動産鑑定士としての、ね、専門科目といえるものがこの鑑定理論という科目です。なかなか、ね、大学とかも教えていない科目ですので、ほとんどの方が、ね、初めて学ぶようなそういった科目ということになってきます。で、試験時間なんですが、各科目とも2時間ずつですね、問題を解いていきます。で、どういった形式で問題を出されるかというと、5択のマークシート方式で各科目40問ずつですね、試験が課せられます。宅建試験とか受けられた方は、4つの選択肢から1つを選ぶ4択で50問の問題だったと思うんですけど、鑑定試験、担当式試験は5択の、ね、40問のマークシート方式になっています。で、1問 2.5 点と配点されてまして、かける40問で100点満点で、2科目合計で200点満点で試験が実施されます。ではどれぐらい点数を取ると合格することができるのかってことですね。合格ラインです。願書ですと総合点でおおむね7割と示されています。まあ、200点満点なんで、まあ、140点程度が合格ラインです。ただ鑑定試験の相対評価の試験ですので、問題の難易度によってこの合格ラインは変わってきます。問題が優しければ、ラインは上がっていきますし、難しければ下がっていくということですね。令和3年度の本試験問題は、まあ、願書通りぴったり140点が合格ラインとなっていました。あと科目ごとに1点の点数が必要とされています。それぞれの科目ごとにこう最低ラインが設定されているんですね。こう総合点で140点以上、例えば、ね、合格ラインが140点で総合点で140点以上取れたとしても、行政法規鑑定理論それぞれの科目の最低ラインをですね、下回っていると合格することができない、そういった、ね、制度になっています。どれぐらいが、ね、最低ラインかと言いますと、受験生の平均点というのが公表されるんですけど、そのちょっと下ぐらいの、ね、点数が、最低ラインに設定されている。令和3年ですと行政法規が55点、理論が70点ですね。そういった最低ライン、結構高めのラインですよね。なのでこうどちらか一方だけ、高い点数を取って合格するって戦略が使えないわけですよね。なので、行政法規鑑定のですね、バランスよく学習していく必要があるんですけど、ただ近年の本試験はちょっと行政法規の方が難易度が高い、難しい傾向にありますので、なので鑑定理論について皆さんが目標とすべきクリアラインは、
40問中32問ですね、80点をですね、クリアすることを目標にこれからですね学習を進めてください。まあ、ポジティブに40問中ですね8問間違えても合格することができるんだってことです。満点は不要なのが担当式試験ということになってきます。では敵をやっつけるためにはですね、敵を知る必要がありますので、実際の本試験問題確認していきます。はい、こちら実際の本試験問題です。これ A4 サイズのね、そういった本試験問題になっています。これ令和3年度の不動産鑑定試験の担当式試験です。今これ収録しているのは、令和4年度の、本試験の前の時期にこれ収録してますので、直近の本試験問題はここ令和3年の本試験問題になってきます。で、この不動産の鑑定評価に関する理論ですね、略して鑑定理論と呼ばれたりします。で、100点満点で、試験時間2時間ですね。午前中10時から2時間、12時まで行政法規の問題を解きまして、で1時間半の休憩を挟んで午後の1時半から3時半ですね、2時間で鑑定理論を解いていく、そういったスケジュールになっています。で、いくつか注意事項があるんですけど、例えば縦算見てください。問題用紙は表紙を含めて31ページとなっています。やっぱり40問ありますので、こう、ね、それなりのこう分量からですね、そういった問題になっています。あとは、筆記用具なんですけど、マークシートをする際に筆記用具なんですけど、縦音ですね、HB または B の黒の鉛筆が指定されています。つまりシャーペンは使えないんですね。シャーペンはマークシートの読み取り機が、読み取らないことがあるようですので、使用する筆記用具は、鉛筆です。HB または、ね、B の黒の鉛筆を使用する必要があります。最近は、ね、鉛筆なかなか使っていないと思うんですけど、ちょっと、ね、鉛筆を準備していただきまして、レクの答案練習会、答練というんですけど、レクの答練段階からちょっと鉛筆を使ってですね、マークするようですね、慣れていくようにしてください。はい、じゃあいくつかですね、問題形式がありますので、形式を確認していきます。内容はね、まだまだわからないと思うんですけど、ちょっと問題の形式ですね、確認していきます。では、問題2から見ていきましょう。はい、問題2見てください。問題2は、括弧1から括弧5という形で、5つの選択肢が与えられていて、で、問題の1行目。誤っているものはどれかという形式です。誤っているものもしくは正しいものをですね、5つの選択肢から1つ選ぶ、こういった形式のことをですね、これ単純整合問題と言ったりします。続いてでは3ページ、問題3ですね、問題3見ていきましょう。はい、問題3はイロハニホヘ、イロハニホという形で5つの記述が与えられていて、でこの記述の組み合わせが5つの選択肢、イロイハエロハアニニホという形で5つの組み合わせですね、選択肢が与えられていて、で問題文、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれかね、正しいものもしくは誤っているものの組み合わせを選ぶ、こういった形式のことをね、組み合わせ問題と言います。で続いて問題1見ていきましょう。問題1、一定の記述説明文がありまして、イロハという形で空欄穴がですね開いています。で空欄穴に入るべき語句ですね、5つ組み合わせですね、穴に入るべき語句の、ね、組み合わせが5つ選択肢が与えられていて、で以下のハマドの空欄に入る語句として正しいものの組み合わせはどれか、こういった形式です。こういった形式のことをですね、穴埋め問題と言ったりします。あとは鑑定理論40問中最後の2問ほどなんですけど、出題される形式がありまして、じゃあ問題40見ていきましょう。問題40、これ計算で使うべき数値がですね、前提条件という形でですね与えられていまして、で5つですね、計算結果選択肢ですね、計算結果5つ選択肢が与えられていて、で、問題文、計算結果として正しいものはどれかという形式です。これ計算問題と言います。計算問題は高度な数学は不要です。微分とか積分とかね、そういったものは不要で、いわゆる四則計算ですね、足し算引き算掛け算割り算、それで計算できるんですけど、ポイントは、これ電卓を使えないということです。手計算で計算を行っていかなきゃならないということです。40問中最後の2問ほどです。限られた時間の中で、しかも電卓を使えずに手計算で、要はね、焦りながら計算していかなきゃならないので、どうしても計算というのはケアレスミスですね、
行しやすい、つまり形式の中では一番ですね間違いやすい、難易度の高い、そういった形式がこの計算問題ということになってきます。で、どういった問数の内訳でですね、じゃあ本試験で出題されているかといいますと、画面見てください、令和3年度ですと単純整合問題が13問、組み合わせ問題が22問、穴埋め問題が3問の計算問題が2問という構成で出題されています。特にこの穴埋め問題、組み合わせ問題が22問、半数以上を占めてますよね。組み合わせ問題というのは確実な知識があればそれをヒントに消去法的に正解を導き出すことができる、そういった形式、この4つの形式の中でも、一番ですね、正解しやすい、難易度の優しい形式がこの組み合わせ問題です。それが半数以上を占めてますので、なので、ポイントとしましては過去問中心に確実な知識を増やしていくことがポイントとなってきます。まあ、10の不確かな知識よりも5の確実な知識で合格を目指す、そういったスタンスで学習を進めていく必要があります。では鑑定理論という科目の特性ですね、科目特性について続いて説明をしていきます。では鑑定理論、どういった内容を学習していく科目かといいますと、学習内容としましては、不動産鑑定評価基準と留意事項について理解を伴わせて暗記をしていく、そういった学習内容ということになってきます。鑑定士が判断の拠り所とします条文のようなものが、不動産鑑定評価基準といいます、略して基準といいます。で、その弟分的な感じのものが留意事項ですね。この基準留意事項について単なる丸暗記じゃなくて理解を伴わせて暗記をしていくというのが鑑定理論の学習内容ということになってきます。で、鑑定理論という科目は担当論文いずれでも出題される共通科目です。では論文式試験、論文こう文章を書いていくんですけど、では鑑定理論の論文式試験というのは何か自分の考え方を書くとか小論文的な問題かというと、そういった問題ではないです。鑑定理論の論文式試験というのは暗記してきた基準留意事項を問題文に合わせて現場でダーッと吐き出す、書いていく、そういった試験です。鑑定理論の論文式試験というのは暗記してきた基準留意事項を問題文に合わせて現場で吐き出していく、そういった、内容の試験が論文式試験です。基準留意事項というのは、試験員との共通言語なんですね。語学英語みたいなものです。なので自分の理解を文書で試験員にアピールするためには、この共通言語であります基準留意事項を使って回答を作成しないと自分の理解を試験員に適切にアピールすることができないだということです。この論文式試験については基準留意事項で暗記をしないと合格することは厳しいですね。そういった試験ということになっていきます。一方で担当式試験はマークシートですよね。なので暗記はそれほど意識する、する必要はありません。どちらかというとこの理解を伴わせるって部分ですね、キーワードを中心に、しっかりと理解しておく、理解をしていくということが担当対策としては重要ということになってきます。では鑑定理論という科目の位置づけですね。位置づけ、まず担当論文いずれでも配点の半分を占める最重要科目ということになってきます。担当式試験は2科目でしたので、配点の半分を占めるのは当然なんですけど、論文式試験ですね、行政法規という科目は担当式試験だけの科目ですので論文では出題されません。一方ね、鑑定理論は専門科目ですので論文でも出されます。加えて民法経済学会計学ですね、論文式試験は4科目です。鑑定理論、民法経済会計学、4科目で試験が課せられます。ただ鑑定理論は他の科目よりも多くの問題数が出されます。なので論文式試験、600点満点なんですけど、半分の300点が鑑定理論に配点されています。つまり担当論文いずれでも配点の半分を占めています。なので鑑定理論を苦手としているようですと、なかなか担当論文ですね合格するのは厳しい、そういった位置づけの科目ということになってきます。で、鑑定理論は学ぶべき知識は担当論文で共通です。違うのはアウトプットが異なるという点ということになってきます。担当特有の知識、論文特有の知識というのは基本的にはありません。
学べき知識は単刀論文共通です。この後基本テキストを見ていきますが、これ単刀論文共通の基本テキストということになってきます。異なるのは試験員に自分の理解をアピールする仕方、アウトプットが異なるんだ。マークシートでマークして理解をアピールするのか、文章、論文、文書で書いて試験にアピールするのか、アウトプットの仕方が異なるんだということになってきます。なので学ぶべき知識は共通なので、担当式試験合格する際の戦略としましてはですね、ぜひ鑑定理論を得意にして担当式試験ですね、合格してもらいたいということです。まあ受かり方ですね、まずは受かることが重要なんですけど、加えて受かり方です。つまり行政法規というのはいくら得意にしても担当だけの科目ですので論文にはつながっていきません。一方で鑑定理論は担当段階で得意にすればするほど論文式試験の貯金になってきます。なので最終合格を近づけることにもなってきますので、最終合格ってことを見せるならば担当段階からこの鑑定理論の方ですね、共通科目の鑑定理論の方を得意にして担当式試験ですね、合格をしてもらいたいということになってきます。はい、ではこれから受講していただくですね、担当合格コースとね、コースの流れをちょっと説明をしていきます。はい、まずはですね、受講していただくのが今受講されてますこの合格基礎講座ですね、鑑定理論20回、行政法規14回、計34回ですね。まずは基礎知識をインプットしていくこの合格基礎講座受講していただきまして、続いて行政法規改正対策講座というものを受講していただきます。行政法規、これ37の法律ですね、法律というのは、改正がなされます。で、改正された分野というのは試験で出されやすい、狙われやすい分野となってきます。その対策を行っていくのがこの行政法規改正対策講座ですね、全1回の講義ということになってきます。続いて、担当総まとめ講座というものがあります。鑑定理論4回、行政法規4回ですね、計8回です。これはこの合格基礎講座で身につけた知識を今一度まとめて再確認をしていく講座がこの担当総まとめ講座ということになってきます。で、鑑定理論全4回です。その4回目最終回で、計算問題の対策、先ほど40問中最後の2問ほど計算問題出ると、ね、説明しました。その計算問題の対策をこの担当総まとめ講座の全4回の最終回、4回目でですね、行っていきます。続いて担当実践討論というものを、ね、受けていただきます。鑑定理論3回、行政法規3回、計6回ですね、これ本試験レベルの実践的な答案練習会ですね、討論、問題を解いていただきます。で、最後総仕上げの全日本レベルで受けていただく全日本担当公開模試をですね、全1回受講していただきまして、で5月の本試験に臨んでいただく、そういったこれ、ね、コースのスケジュールになっています。で、講義時間なんですけど、このピンクで塗られている左3つありますよね、上にこうインインインって書かれてますね、この左3つはね、知識をインプットしていく講座です。で、この知識をインプットしていくこの左3つの講座は、1回あたりの講義時間が 2.5 時間の講義時間になっています。で、通信の方は1回の講義が4ユニット制で構成されています。1ユニット35分前後でかける4ユニットで1回 2.5 時間の講義時間、ね、そういった、内訳になっています。なので4ユニットになっているので、特に通信の方は自分の生活スタイルに講義の受講をですね、入れ込みやすい、そういったスタイルになっています。例えば朝早く起きて1ユニット35分、講義を受講して、で通勤通学をして、例えばお昼時間ですね、お昼時間も例えばスマホとかで1ユニット35分講義をですね、受講して、で帰宅して残り2ユニット分ですね、講義を受講するみたいな形で、1日の中で35分の隙間があればどん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 ですね、受講することができる4ユニット制になっているですね、そういったこうメリットになっています。で、この右2つですよね、黄色い部分ですね、実際問題を解いていくですね、アウトプット部分です。こちらは、2時間で40問問題解いていただきまして、で10分ほどの休憩を挟んで50分の解説講義をですね、聞いていただく、まあ、トータルの講義時間が3時間ですね、そういった講義時間になっています。
で、この受講のペースなんですけど、特に通信の方ですね。通信の方は基本的にはお手元受講ガイドというものが届いていると思うんですけど、そちらに水道橋本校生クラスの講義スケジュールが掲載されています。一応そちらのペースを参考に通信の方もね、受講を進めていただきたいんですね。一応ざっくりとした目安をね、説明していきますと、この基礎期のこの豪華基礎講座34回の受講ありますよね。こちらの受講をいつから始めても、まあ、春から始めても、夏から始めても、秋から始めても、いつから始めても、この基礎期の合格基礎講座をですね、まあ、年内いっぱいにはですね、受講していただきたいということになってきます。まあ、秋から始めた方は1月ぐらいまで伸ばしていいと思うんですけど、基本的にはいつから始めても年内いっぱいで全34回ですね、講義をですね、受け終わっていただきたいということです。春から始める方はですね、週1コマペースで消化できます。夏からですと、まあ、週2コマペース、秋からですと少しタイトなんですけど、週3コマペースで受講していただければ年内いっぱいに34回ですね、講義受講することができます。で、年明けからはですね、皆共通合流して、この完成期の行政法規改正対策講座以降の講座当連をですね、まあ、だいたい週2コマペースぐらいで受講していただく、そういった受講ペースということになってきます。で、このまず初めに受けていただくこの合格基礎講座なんですけど、受講にあたっての注意点としましては、まずは、予習は一切いりません。いきなり講義受けてください。とにかくしっかりと復習することが大事です。で、復習はできれば講義の時間の倍の時間ぐらいは最低使っていただいて復習するようにしてください。つまり1コマ 2.5 時間なんで、その復習は倍の5時間ぐらいは最低使っていただきまして、復習ですね、行っていくようにしてください。で、復習ですね、とにかくこの合格基礎講座ですね、細かいところは気にせずに大枠をつかむってことを意識して、こう幹となる部分を意識してどん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 ですね、講義受講するようにしてください。受験用語で全体を一通り学習することを回すというんですけど、担当合格にはどれだけ全体をね、数多く回すことができるのかということが重要になってきます。細かいところは何回も何回もね、回すことによって、例えば 5回目6回目のね、復習の際に何など分かってきます。なので、とにかく始める段階は細かいところは気にせずに大枠をつかむってことを意識して、どん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 ね、講義受講ですね、進めてください。細かいところわからないと、いつまでたってもね、先に進められてなってしまうと、いつまでも先に進めることができません。なので、とにかく細かいところは気にせずに大枠をつかむってことを意識して、どん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 先に進めて、とにかくね、何回も何回も繰り返し繰り返し全体を回すです。ミルフィーユのようなですね、こうね、階層を重ねていって、で、細かいところはですね、5回目6回目とかで分かってきますので、とにかくね、どん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 ですね、先に進めるようにしてください。あとは通信の方はですね、質問に関しては、教えてチューターというですね、そういったメールの質問制度があります。当然ね、勉強内容、さらにはね、勉強方法、何でも結構です。回数制限とかもありませんので、どんどんですね、メールで教えてチューターでですね、質問してください。鑑定料はね、私自身がお答えしていきます。あと、そうですね、これから講義を受講する際にですね、ちょっとね、準備をしていただきたいものがあるんですけど、私マーカーをね、使って講義ですね、マーカーしていきますので、余計な出費をかけさせてしまうかもしれないんですけど、講義においては、ピンク、ブルー、グリーン、イエローのマーカーと、あとはね、ちょっと太めの赤と青のペンですね。これらを使って講義ですね、行っていきますので、準備できる方はですね、これらのマーカーペンをちょっと準備をしていただきまして、ね、これから講義ですね、受講するようにしてください。はい、あとはですね、お手元いくつか教材が届いていると思いますので、その教材の説明をしていきます。はい、まずは、お手元2023合格基礎テキスト鑑定論というものが届いているはずです。これ講義で使用しますメインテキストということになってきます。これ講義で使用するメインテキストになってきます。これは担当論文共通の基礎テキストということになってきます。ちょっと形式だけ、ちょっと80ページ使って形式確認していきます。
はい、ちょっと80ページを使いまして形式確認していきます。まず本文、この実線で囲われた部分がありますよね。実線で囲われた部分、これが不動産鑑定評価基準、まあ基準を表しています。続いてちょっと分かりにくいですかね、点線で囲まれている部分があります。実線じゃなくて点線ですね。点線で囲われている部分が弟分、これ留意事項を表しています。で、横見出し見ていただきます と、担当出題年度、これ直近10年分の出題年度が示されていまして、で下論文出題年度もこれ合わせて記載されています。これ担当論文共通の基礎テキストになってきます。で、効果期24とありますよね。効果期というのは論文向けの補助教材のこれ番号になってきますので、担当対策としてはこの効果期というのはですね、こう無視するようにしてください。あと、読み出しコメント等々あります、試験上重要なコメントについては適宜指摘をしていきます。こういった構成になっています。これ講義で使用しますメインテキストが効果期基礎テキストということになってきます。続いてお手元、このパワーポイント画面集というものが、ね、届いていると思います。これはこの今まで見てきたこのパワーポイントの画面ありますよね。それを冊子の形にしたものがこのパワーポイント画面集です。こう見てきましたよね。これ冊子の状態にしたものがパワーポイント画面集です。こちらの、ね、講義では使用しません。これ復習の際の確認用の教材ということになってきます。ここにですね、マーカーの指示なんかも、ね、してあります。続いて、2023鑑定種別鑑定理論上下巻というものが、ね、2冊上巻下巻で2冊ですね、届いているはずです。これ令和3年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集したこれ過去問集です。レックの過去問集が足別鑑定理論ということになってきます。こちらも講義では使用しないんですけど、復習におけるメイン教材がこの足別鑑定理論上下巻ということになってきます。ちょ形式見ていきましょうね。じゃあ上巻使いまして、じゃあ上巻の 4,5 ページでちょっと見ていきますね。はい、これ見開きの形で、で左が問題、右がね解説で、こう丸バツで一問一答形式の過去問集になっています。で左ちょっと問題の方見ていただきますと、横見出しのところに重要度が欲しい、1つ2つ3つという形で重要度がランク付けされています。重要度が高いものほどですね、星が多くなってくる、そういったものです。でこれ復習においては星3つと2つの問題を解いてください。星1つの足はやらないでください。これ過去問なので網羅性の観点から掲載してるんですけど、星1つの問題は書いて理解をですね、惑わせてしまう、そういった問題になってますので、載せなきゃいいって話なんですけど、ちょっと過去問なんで、ね、網羅性の観点から掲載してますので、星1つはやらないでくださいね。これもう絶対やらないでください。星1つの問題の質問なんか絶対しないでくださいね。復習の際には星3つと2つ、しかも1回目の復習の際には星3つだけで大丈夫です。星2つというのは全20回の講義を一通り聞いた後でないと理解できないような内容が含まれてますので、まず1回目で各回講義の復習の際には、1回目の復習の際には星3つの足をですね、解いていくようにしてください。で、解説の方を見ますとですね、丸バツ形式で、で解説とともに最後テキストの該当ページがあります。これ先ほど言いました合格基礎テキストの該当ページです。なので足別を解く際には解説を確認した上で、合わせて必ずこのテキストのですね、該当ページも確認してください。でテキストを確認する際には、問われている知識のみならずその前後の知識も合わせて確認するようにしてください。問われている知識の位置づけを確認するためにテキストを確認する際には、問われた知識のみならずその前後関係についても合わせてテキストですね、確認するようにしてください。鑑定理論の復習の仕方は、問題を解きながら過去問を解きながら
テキストに戻ってテキストを網羅的に確認潰していく、それが鑑定理論の復習の仕方ということになってきます。で、続いてこの手のひらサイズの緑色の表紙のモバイル鑑定評価基準というものがお手元届いていると思います。これ暗記をしていく基準留意事項ですね、携帯しやすいようにしている、暗記用のツール本がこのモバイル鑑定評価基準ということになってきます。で、短期で合格する人はこれ担当段階から暗記を進めていきます。なのでぜひですね、少しでも余裕のある方は、特にね、春から始めていたり夏から始めている方はぜひですね、少しずつ論文を見据えてですね、暗記をねしていただきたい。そのためのツール本、これ講義で使用しないんですけど、暗記用のツール本がこのモバイル鑑定評価基準ということになってきます。論文に合格するためにはこの掲載されている基準類事項の範囲としては7割、あとね、精度としても7割ぐらいのレベルで暗記をしていかないと、もう論文合格することができないですね。ね、それぐらい結構暗記をしていかなきゃならないので、ぜひ、今日からちょっとね、携帯をしていただきまして、通勤通学隙間時間で少しずつですね、このモバイルを開いて、記事の文言ですね、慣れる、暗記をしていくようにしてください。そういったね、これ暗記用のツール本ということになってきます。はい、あとは、鑑定理論の全体構造を説明していきますと、鑑定理論というのは大きくですね、総論というものと格論というものに分かれていきます。鑑定理論は大きく総論と格論に分かれていきます。総論というものは、全ての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論になりまして、それを踏まえて個別具体的な案件ごとの求め方を学んでいくのが格論です。すべての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論。それを踏まえて個別具体的な案件ごとの求め方を確認していくのが格論ということになっていきます。で、総論が第1章から第9章で成り立ってまして、格論が第1章から第3章で成り立っています。つまり全部で12の章から鑑定理論は成り立っています。で、担当本試験は、すべての章から問題が出されます。やらなくていい章というのはないです。ただ、問題数が多い傾向がある重要な章というものがありまして、それがこの丸で囲んでいるところなんですけど、総論第5章、7章、あと格論第1章、第3章ですね。例えば令和3年度ですと、この4つの章だけで全体の 60% を占めています。なのでメリハリという意味では、特に総論第5章、7章、格論第1章、第3章が重要となってくるんだということになってきます。はい、以上がね、前置き的なちょっと説明になってきます。はい、じゃあ一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方を終了いたします。はい、では第2ユニット講義の進めていきましょう。では中身入っていきます。では合格基礎テキスト、目次等々を飛ばしていただきまして、1ページ目開いてください。はい、ではお手元合格基礎テキスト準備をしていただきまして、端書き目次等々を飛ばしていただきまして、1ページ目、ページ1ページ目開いてください。はい、よろしいでしょうか。1ページ目開いてください。はい、ではまず総論第1章ですね、不動産の鑑定評価に関する基本的考察ですね。鑑定評価における基本的な考え方、総論第1章で学んでいきます。はい、下、本書で学習することという文章のところを見てください。では本文。第1章で学習することは、不動産の鑑定評価に関して最も基本的なものです。ベーシックな考え方を学んでいきます。この章は第2章以降を理解する上での重要な前提となり、不動産鑑定評価基準を体系的に理解する鍵となるものなんだということになってきます。総論第1章というのは理論を学ぶ上での指針となるような章です。総論第1章は、総論の中の総論と呼ばれるものでして、2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのがこの総論第1章ということになってきます。では続きの文章、ただし以降からね、ただし
この章は抽象的な記述が多く、基準の中でも難解な章となってきます。理論的根拠が示されているので、ちょっと抽象論なんですね。なのでちょっとね、読みづらい、難しい章、そういった位置づけです。いきなり1章からですね、ちょっと読みづらい章になっています。で、最終段落、第2章から第9章の学習を一通り終わらせてから、もう一度確認するようにしましょうとなっています。2章以降の具体的な概念を学んだときに、理論的根拠として必ず総論第1章に戻ってきます。戻ってきたときに、ああそういえば1回目の講義でこんな内容をですね、学習したんだなって形で思い出せる程度にしておくのが、1章の復習の到達点です。細かいところしっかり覚えるとかそうじゃなくて、2章以降の具体的な概念を学んだときに必ず戻ってきます。戻ってきたときに思い出せる程度に、ああそういえばこういうことをやったなって思い出せる程度にしておけば、1章の復習としては十分ということになってきます。はい、で、下に担当本試験の出題数ですね、出されています。で、これ今令和4年の本試験の前の段階で収録してますので、直近の令和4年度の本試験問題の、ね、問数は、ね、ここには掲載されていません。の令和4年度の本試験の問数については、担当総まとめ講座、そちらのテキストの方で、令和4年度の、問数ですね、掲載をしていきます。はい、では2ページ進んでください。はい、まず2ページ以降、実践で囲まれていて、6行ほどの基準があると思うんですけど、こちらは、これから総論第1章でどのようなことを学んでいくのかということが全文的に示されている基準なんですけど、これいきなりなんですけど、これ試験対策としては×ですね。もう飛ばしてやらなくていい、暗記しなくていい箇所ということになってきます。これも試験対策としても無視するようにしてください。で、総論第1章というのは4つの説から成り立っています。まずは4つの説確認していきましょう。まず第1説はタイトル、不動産とその価格について学んでいきます。鑑定評価の対象は客体であります不動産って何なの、不動産の価格って何なのということを学んでいくのが第1説ということになってきます。ではちょっと5ページ進んでください。はい、5ページ。続いて第2節は不動産とその価格の特徴について学んでいきます。じゃあ不動産ってどんな特徴があるの、不動産の価格ってどんな特徴があるのということを学んでいくのが第2節ということになってきます。で、続いて12ページ進んでください。はい、12ページ。第3節においては不動産の鑑定評価について学んでいきます。行為そのものですね。鑑定評価ってどういった意義があるの、さまざまな観点からの鑑定評価の意義を学んでいくのが第3節ということになってきます。で、最後第4節、14ページ開いてください。はい、最後第4節においては不動産鑑定士の責務ですね。不動産鑑定士に課せられている責任義務、責務は何なのかということを学んでいくのが第4節ということになってきます。総論第1章は第4節まで、第1節から第4節まで成り立っています。では第1節から確認していきましょう。2ページ戻ってください。はい、第1節、不動産とその価格について学んでいきます。まずは重要な概念として、この不動産のあり方という概念を学んでいきます。では枠の中は基準ですね、確認していきます。基準、不動産は通常土地とその定着物を言う。土地はその持つ有用性のゆえに、全ての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そしてこの土地を我々人間が各般の目的のためにどのように利用しているかという、土地と人間との関係は不動産のあり方、すなわち不動産がどのように構成されどのように貢献しているかということに具体的に現れるとなっています。これから私、講義の中で担当対策として重要なフレーズについてマーカーを指摘していきます。では4行目、不動産のあり方、マークをしてください。4行目、不動産のあり方、マークをしてください。
重要なフレーズについてマーカーを指摘していきます。4行目、不動産のあり方、マークをしてください。ではもう一度1行目から確認していきましょう。不動産は通常土地と、建物等々に代表される定着物から成り立っています。皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。で続き、土地はその持つ有用性、有用性というのは役立つ性質ということです。土地の上に建物を建てることができる、土地を使って農作物を育てることができる、そういった役立つ性質、有用性を持つがゆえに、すべての国民の生活と活動とに欠くことのできないベースとなるものなんだ。そして土地を我々人間がさまざまな目的のためにどのように利用しているかという、土地と人間との関係が不動産のあり方という概念に具体的に現れるんだということになってきます。不動産のあり方というのは、簡単な表現で言うならば、皆さんが目にする街並みのことです。街並みを見れば、不動産がどのように構成され、どのように貢献しているか、土地と人間との関係を把握することができるんだということになってきます。例えば戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、そういった街並みを見れば、人は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で貢献しているんだってことです。戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、そういった街並みを見れば、土地と人間との関係、不動産がどのように構成され、どのように貢献しているか、人は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で貢献している、そういった土地と人間との関係を把握することができる、そういった概念が不動産のあり方、簡単な表現で言うならば、皆さんが目にする街並みということになってきます。はい、では次のナルク移ってください。この不動産のあり方は、自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに、経済価値の本質を決定づけているとなっています。不動産のあり方、街並みは多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだということです。例えば自然的要因、山間部なのか平野かによって、不動産のあり方、街並みが変わってくるというのはイメージできると思います。あとは行政的要因、さまざまな法規制、法律がありますよね。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法規制以下によってもやっぱり街並みは変わってきます。多面的な要因が相互に作用することによって、不動産のあり方、街並みが決まってくるとともに、不動産のあり方、街並みが不動産の経済価値の本質を決定づけるんだということです。経済価値の本質というのは、要は価格のことです。不動産のあり方、街並みが不動産の価格を決定づけるんだということです。つまり、同じ規模、形の土地であったとしても、都心の高級住宅街にある場合と、地方のやっぱり農村にある場合では、やっぱり価値が違ってくるのは分かりますよね。つまり、不動産のあり方、街並みというのが、不動産の経済価値、要は価格を決定づけるんだということになってきます。で、さらに最終2行を見てください。一方、この不動産のあり方は、その不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。不動産のあり方、街並みは、価格を主要なメインの指標、判断基準として決まってくるんだということになってきます。価格がメインの選択指標、判断基準として不動産のあり方、街並みに影響を与えるんだということになってきます。どういったことかというと、画面見てください。要は多面的な要因が相互に作用することによって、不動産のあり方、街並みを決定し、でこの不動産のあり方、街並みが経済価値の本質、価格を決定するとともに、逆に価格があり方、街並みに対して選択指標、判断基準として影響を与える。あり方と価格はお互い影響を与える二面性の関係が認められるんだとの内容です。例えば高級住宅街にある土地の価格は高くなり、これ
経済的要因の本質をですね、あり方が決定するとともに、逆に一方、高い土地を購入した人は価格に見合った高級住宅を建築するんだってことです。要はそれなりの金額を出した場合には、それなりの価格を払った場合には、やっぱりね、それなりの使い方、高級住宅を建てるでしょってことです。つまり価格が選択指標、判断基準として、あり方、街並みに影響を与えるんだ。これお互い影響を与える二面性の関係が、あり方と価格には認められるんだ。そういった内容が示されています。はい、まずは不動産のあり方という概念です。これ土地と人間との具体的な表れです。不動産がどのように構成され、どのように貢献しているか、そういった土地と人間との関係の具体的な表れが不動産のあり方、簡単な表現で言うならば、皆さんが目にする街並みですね、そういったイメージということになってきます。では続いて3ページ移ってください。では不動産の価格概念について今度は確認していきます。では枠の中、基準、不動産の価格は一般に、括弧1、その不動産に対して我々が認める効用、括弧2、その不動産の相対的希少性、括弧3、その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生じる不動産の経済価値を家計画で、家計画をもって表示したものであるとなっています。不動産の価格というのは3者の相関結合、相関結合というのは互いに影響を与え合って結合するということです。3社がお互いに影響し合って結合することによって生まれた不動産の経済価値を、いくらいくらという金額、貨幣額を持って表示したものが不動産の価格なんだということになってきます。じゃあ3社というのは何なのかと言いますと、じゃあマーカーしてください。2行目から、効用、相対的希少性、有効需要ですね。3社マークをしてください。2行目から、効用、相対的希少性、有効需要ですね。この3社が相関結合して生まれた不動産の経済価値を、いくらいくらという金額、家計額で示したものが不動産の価格なんだということになっていきます。じゃあこの3社、効用、相対的希少性、有効需要というのはどういった内容なのかと言いますと、はい、下の説明文を移ってください。先ほど担当対策としては、キーワードを中心に理解を伴わせるということが重要ですとお話ししました。理解を伴わせるというのは、具体的にはこういったこの下の説明文を押さえていくね、こういった説明文を押さえていくことが理解を伴わせるということになってきます。では効用というのはどういった概念かと言いますと、説明文、その不動産が有用性を持っており、我々人間の働きかけにより日常生活や経済活動に役立つことを言います。はい、では最後、役立つというところ、アンダーラインかなんかでマークをしておいてください。役立つというところをマークをしてください。役立つというところをマークをしてください。これ当たり前なんですけど、役立たないものにお金は払えませんよね。役立つからこそお金を払う、価格が成立するということになってきます。そのことを効用と言います。続いて相対的希少性見てください。説明文、我々人間の欲求との関係において存在量が相対的に有限であり、手に入れるためには単価が必要となること。じゃあマーカーは2行目、有限で少し飛ばして、単価が必要というところをマークをしてください。有限、単価が必要、マークをしてください。相対的希少性、キーワードは有限、単価が必要というところをマークをしてください。どういうことかというと、日本には土地はですね、こう数限りなくありますよね。ただ例えばブランドショップを出店したい、そういった欲求との関係からすると、ブランドショップを出店できる土地って限りがありますよね。有限です。で、有限だからこそやっぱり単価が必要、無限のものにはお金払う必要ありませんよね。有限だからこそ対価が必要、そういったことを相対的希少性というんだということになってきます。で、続いて有効需要を見てください。説明文、購入資金を持った買い主が市場に存在することですね。冒頭、購入資金を持った買い主というところをマークをしてください。購入資金を持った買い主、マークをしてください。これ単なる需要じゃなくて有効需要、つまりお金を持った、購入資金を持った買い主が存在することを有効需要と言います。
要は上から役立つからこそ有限で、手に入れるためには対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がいて、お金を払ってくれるからこそ不動産の価格は形成されるんだ。それが三者ということになってきます。はい、では上の基準戻ってください。では続き下から3行目、そしてから見てください。そしてこの不動産の経済価値は基本的にはこれら3者を動かす自然的、社会的、経済的および行政的な要因の相互作用によって決定されるとなっています。不動産の経済価値、要は価格というのは3者を動かす多面的な要因が相互に作用することによって決定されるんだ。まあ、要因サードから言うならば、多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、価格を形成するんだとの内容ということになってきます。で、4ページ進んでください。まあ、4ページ基準、不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択指標としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものであるとなっています。価格と多面的な要因との間にはお互い影響を与え合う二面性の関係が認められるんだということになってきます。はい、下の図のところを見てください。それから多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、価格を決定する。要因の影響下に価格があると同時に、価格が選択指標として要因に影響を与える。お互い影響を与える二面性の関係が要因と価格には認められるんだということになってきます。はい、下の説明文のところを見てください。例えば不動産の取引に関する規制が緩和されると、これ行政的要因です。一般に不動産取引が増加し、不動産の価格は上昇する。まあ、価格が要因の影響下にあると同時に、不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、不動産の取引に関する規制を強化する政策が取られる。まあ、価格が要因に影響を与える。お互い影響を与える二面性の関係が要因と価格にはあるんだということになってきます。はい、まずはもう一度3ページ、この3者という概念ですね。不動産の価格は3者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値、貨幣額で示したもので、3者というのは公用相対的希少性、有効需要です。イメージとしては、役立つからこそ有限で、対価が必要で、それに対してお金を払ってくる買い主がいるからこそ不動産の価格は形成されるんだ、そういったイメージということになってきます。はい、じゃあ続いて5ページ移ってください。では第2節、不動産とその価格の特徴ですね。不動産ってどんな特徴があるの、不動産の価格ってどんな特徴があるのを学んでいきます。まずは不動産の特徴から確認していくんですけど、横見出しコメント欄見てください。不動産の特性、特徴を理解するには、不動産を構成する基本的要素である土地の特性をまずは理解する必要があります。先ほど基準の冒頭で、不動産は通常土地とその定着物を言うとの定義になってました。つまり土地というのは不動産を構成する基本的な要素です。なので不動産の特性、特徴を理解するためには、まずは基本的要素であります、この土地の特性というものを理解する必要があります。で、それがこの黒帯タイトル、この自然的特性、人文的特性、これ土地の特性ということになってきます。はい、ではこの中基準、では4行目ですね、カッコ1というところから見てください。カッコ1、自然的特性として地理的位置の固定性、不動性、非移動性、永続性、普遍性、不造性、個別性、非移動性、非代替性等有し、固定的であって硬直的である。カッコ2、人文的特性として用途の多様性、用途の競合、転換び併存の可能性、併合び分割の可能性、社会的び経済的位置の可変性等有し、可変的であって伸縮的であるとなっています。はい、ではマーカーしてください。
まずは4行目、自然的特性というところ。で、1行飛ばして、固定的、硬直的。まずは自然的特性で固定的、硬直的ですね。で、対比的にできる色を変えていただきまして、対比的に、括弧に、人文的特性というところと、一行飛ばして、可変的、伸縮的というところをマークをしてください。色を変えていただきまして、対比的に人文的特性で可変的、伸縮的というところをマークをしてください。土地は固定的で硬直的な自然的特性と可変的で伸縮的な人文特性、まあ相矛盾する2つの特性を有しているんだということになってきます。で、まずちょっと暗記をする際の注意点なんですけど、今読んだ中で括弧書きの文章がいっぱい出てきましたね。例えばこの個別性、括弧非同質性、非代替性、この括弧書き。鑑定理論においては、この括弧書きの記述がたくさん出てくるんですけど、そこは重要な事柄が示されていることが多々ありますので、暗記をしていく際には、括弧書きも省略せずに暗記をする必要があります。まあ、論文に向けて暗記を進めていく場合には、括弧書きの部分も省略をせずに暗記をする必要があるんだということになってきます。では自然的特性としては5つ、人文的特性としては3つ具体例が出てきてますので、それぞれごとに確認していきます。はい、下の説明文移ってください。まずは自然的特性というのはどういった特性かと言いますと、タイトル脇ですね、土地そのものが有する本来的特性が自然的特性です。人で言うならば、生まれ持った遺伝的な事柄がこの自然的特性ですね、土地そのものが有する本来的特性ということになってきます。で、まずは1、地理的位置の固定性と不動性、非移動性についてです。本文、土地の地理的位置は固定しており、そうですね、例えばこの今収録している東京23区内、中野区内のレック本社ビルなんですけど、地理的位置は北緯何度、東経何度という形でもう位置が決まってますよね。そういったことを地理的位置の固定性と言います。で、続きの文章、ここの土地を他の場所へ移動することは不可能であるとなっています。この東京23区内、中野区内のレック本社ビルのこの、ね、土地をですね、この、ね、土地を九州に持ち帰るなんてことはできませんよね。だからこそ不動産というわけですね。それが不動性、非移動性、そういった特性ということになってきます。続いて ② 永続性、普遍性です。土地は使用しても消耗し、枯渇することはなく、朽ちることもないんだということになってきます。対比的に建物というのは使用し続けると経年劣化して減耗して最終的にはですね、壊れてしまいますよね。一方、土地というのは、まあ崖崩れとか例外的なことは考えられなくはないんですけど、基本的には使用しても消耗も枯渇し、朽ちることも壊れることもないんだ、そういった特性のことを永続性、普遍性と言います。続いて6ページ、はい、3、不造性です。本文、日本の国土面積は埋め立て等により多少の変化は考えられるものの、全体量として大きく増減することはないんだということになってきます。対比的にこういった一般の材、フリクションマーカー、一般の材ありますよね。例えばこのフリクションマーカーですね、人気が出てきた場合には増産体制を整えて生産を増やすこと、供給を増やすことができますよね。一方で、例えば東京の田園調布、高級住宅街田園調布の土地のね、価格がね、上昇、人気が出てきました。じゃあ新たに田園調布の土地を埋め立てとかで作れるかというと、これ作れないですよね。つまり土地というのは基本的には増やすことができない、供給を増やすことができない、そういった特性のことをね、不造性と言います。続いて4見てください。個別性、非同質性、非代替性です。本文、ここの土地は他の土地と区別されるべき性質をも有しており、全く同一の土地というものは2つと存在しないんだということになってきます。先ほど地理的位置の固定性ってありましたよね。なので、土地というのは全く同質な代わりになるものはないんだ、
との特性がこの個別性、非同質性、非代替性ということになっていきます。でこの非代替性ってフレーズですね、こちら総論第4章で関連する議論が出てきますので、この非代替性というフレーズはですねちょっと覚えておいてください。総論第4章の中で関連する議論が出てきますので、この非代替性ね、香りになるものはないんだってね、そういったイメージですね、押さえておいてください。では続いて人文的特性です。どういった特性かというと、タイトル横、人間と土地との関係から生じる特性です。まあ、人が働きかけをすることによって生まれてくる特性がこの人文的特性。人で言うならば、まあ、親の育て方によって生まれてくるような性格みたいなものがこの人文的特性、そういったイメージです。まずは丸1、用途の多様性、用途の競合、転換部、併存の可能性です。本文、ある土地について用途が競合、商業地と住宅地と転換、農地から宅地と併存、店舗付けマンションとシールとなっています。やはり対的にこういった一般の財、このフリクションマークありますね、こういった一般の財というのは基本的には一物一用途ですね、こうマーカーするって用途ぐらいしか考えられないんですけど、一方で土地というのは人が働きかけをすることによって一つの土地について商業地としての利用と住宅地との利用ですね、用途が競合することもあれば、農地だったものを人が働きかけすることによって宅地に転用することもできれば、あとはコンビニ付きのマンションなんかを建てることによって土地上に用途をですね併存することもねできるんだ、人が働きかけをすることによってさまざまな用途が考えられるとの特性がこの用途の多様性ですね、用途の競合、転換、併存の可能性ということになってきます。それで丸2、併合及び分割の可能性です。本文、土地は一貫区画されたとしても必要に応じて併合分割し得るんだということになってきます。人が働きかけをすることによって狭い隣り合ってるですね2つの土地を1つの広い土地に併合したり、でもしくは使い勝手これだだっ広い大きな土地をですねこう分割して販売していくとか、人が働きかけをすることによって土地というのは併合したり分割したりすることが可能なんだとの特性がこの併合分割の可能性ということになってきます。で丸3見てください。社会的および経済的位置の可変性です。本文、土地は周辺の環境条件の変化に伴ってその最適な用途等が変化するなど社会的経済的な位置づけは変わり得るんだということになっていきます。これ横見出しのコメント欄、これ具体例を確認した方が分かりやすいと思います。コメント欄見てください。社会的および経済的位置の可変性の例としては、郊外に大型ショッピングセンターが開店したことにより駅前商店街が衰退することが挙げられますとなっています。つまり駅前商店街、それまでは、地域の中心で価格水準も高い地域だったんだけど、人が働きをすることによって郊外に大型ショッピングセンターが開店したことによって駅前商店街が地域の水準、地域の中心ではなくなってさらに価格水準も下落してしまうということね。人が働きかけをすることによって土地の社会的経済的位置は変わり得るんだとの特性が社会的経済的位置の可変性ということになってきます。これらの特性はなんか覚えるというよりも、それぞれの特性がどんな特性なのかイメージを持っていただければ十分ということになってきます。はい、5ページ戻っていただきまして、はい、基準最終4行見てください。基準最終4行見てください。不動産はこの土地の持つ所得性に照応する特定の自然的条件や人文的条件を要件として利用され、その社会的経済的な有用性を発揮するものである。そしてこれらの諸条件の変化に伴ってその利用形態並びにその社会的経済的な有用性は変化するとなっています。今まで自然的人文的特性というものを学んできたんですけど、今読んだ文章の中には自然的人文的条件というものが出てきています。何の違いかというと、横目出し言葉の意味というところを見てください。
条件とは土地の特性が不動産に作用して個別具体的に表現された状態を指すんだということになってきます。特性というのは抽象論で、それがそれぞれの不動産土地に具体的に現れた状態が条件ということになってきます。踏まえてもう一度最終4行を見ていただきますと、不動産は土地が持つ自然的人文的特性に照合、対応ということです。自然的人文的特性に対応する具体的な特定の自然的人文的条件を予見、予見というのは前提ということです。具体的な自然人文的条件を前提として利用されることによって、社会的経済的な有用性、言い方変えれば経済価値が認められるんだ、そういった意味です。不動産は自然的人文的特性に対応する具体的な自然的人文的条件を前提として利用されることによって、社会的経済的な有用性を発揮する、経済価値が認められるんだということです。そして前提とする所条件が変化すれば、利用形態だったり社会的経済的有用性、経済価値も変化するんだとの内容ということになってきます。はい、まずは不動産を構成する基本的な要素であります土地の特性ですね、自然的人文的特性ですね、具体例も含めて一通り確認することができました。はい、では一旦ここで切っておきます。以上をもちまして第2ユニット講義の方終了いたします。はい、で第3ユニット講義の進めていきましょう。テキスト5ページ開いてください。テキスト5ページ、はい、今第2節ですね。不動産とその価格の特徴を学んでいます。まずは不動産の特徴、その中でも基本的な要素であります土地の特性ですね、自然的人文的特性で一通り確認しました。では続いて不動産の特徴としましては6ページ進んでください。はい、6ページ下、不動産の地域性、そういった特性特徴ですね、確認していきます。では基準、不動産はまたその自然的条件及び人文的条件の全部また一部を共通にすることによって、他の不動産ともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に依存・補完等の関係に、及びその地域内の他の構成分子である不動産との間に共同・代替・競争等の関係に立ち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性を発揮するものである不動産の地域性ということになっています。7ページ横見出し上のコメント欄見てください。7ページ横見出し上のコメント欄見てください。不動産は他の不動産と無関係に独立して存在するというものではないんだということになってきます。不動産というのはこう一匹狼的に価格が決まってくるんじゃなくて、地域との関わりの中で不動産の価格というのは決まってくるんだということです。つまり同じような似たような使われ方をしている不動産同士が集まって一定の地域を構成して、その地域との間に依存補完、時には助けてもらい、時にはサポートし合いですね、サポートして、さらには地域内の他の不動産との間に共同代替競争等ですね、時には協力し合い、時にはライバル関係に立って、こういった環境を通じて不動産の価格というのは決まってくるんだとの、特性が不動産の地域性です。不動産は一匹狼的に価格が形成されるんじゃなくて、地域との関わり合いの中で不動産の価格というのは決まってくるんだとの特性です。なので簡潔に言うならば、不動産の地域性というのは、では6ページこの黒帯のタイトルすぐ下ちょっとね1行ほど隙間がありますので、ちょっとここにメモ書きしていきます。不動産の地域性、簡潔にメモ書きしていきます。不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて
価格が決まる。決まる。との特性が不動産の地域性です。不動産の地域性というのは簡潔に言うならば、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだとの特性が不動産の地域性ということになっていきます。メモ書きしておいてください。不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる、そういった特性ということになっていきます。で、こういった特性特徴というのは、そういった特性があるんですね。で、終わってはダメで、じゃあそういった特性を踏まえて、じゃあ評価にあたっては、どのような点に注意して評価を行っていくべきなのか、こう結論につなげていく必要があります。で、皆さん鑑定士で、不動産というのは地域性、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだ、そういった特性を譲るならば、皆さん鑑定士で適正な価格を求めるためには、どういった作業が必要になってくると思いますかね。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだ、そういった特性を踏まえるならば、皆さんが不動産鑑定士で適正な価格を求めるためにはどういった作業が必要になってくると思いますかね。それは、不動産がどのような地域に存していて、その地域はどのような特性を有していて、その地域の特性は不動産にどのような影響を与えるのかということを分析していく必要があります。これ6章で学べます地域分析と言います。今はね、詳しく知る必要ありません。6章地域分析と学んでいきます。で、必ず理論的根拠としてこの1章ですね、不動産の地域性に戻ってきます。なので、戻ってきた時に思い出せるように、1回目の講義でなんか不動産の地域性メモしたな、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだな、そういった特性なんだと思い出せるようにしておくのが1章の復習のポイントということになってきます。では、この不動産の価格に影響を与える地域の特性、どのようなものがあるかと言いますと、7ページ移ってください。7ページ、地域の特性です。このような地域には、その規模、構成の内容、機能等に従って各種のものが認められるが、そのいずれもが不動産の集合という意味において、個別の不動産の場合と同様に、特定の自然的条件及び人文的条件との関係を前提とする利用の在り方の同一性を基準として理解されるものであって、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有するとともに、他の地域との間に相互関係に立ち、この相互関係を通じてその社会的及経済的位置を占めるものである地域の特性ということになってきます。冒頭から、不動産が他の不動産と、協力し合って構成する地域には、規模、規模の大小、あと構成の内容、店舗、事務所メインなのか、戸建て住宅、マンションメインなのか、構成の内容、あと機能、例えばベッドタウンとする機能なのか、首都機能なのか、等々に従って各種のものが認められます。で、そのいずれもが不動産の集合体という意味で捉えるならば、個別の不動産にそれぞれ個性があるように、それぞれの地域も利用のあり方の同一性、同じような使われ方をしている不動産の集合体という形で捉えるならば、他の地域と区別されるべき特性というものがそれぞれ認められて、で、その他の地域との違い、相互関係を通じて、他の地域との特性の違いを通じて、社会的経済的位置、要はそれぞれの地域の価格水準優劣が決まってくるんだとの特性が地域の特性ということになってきます。利用のあり方の同一性を基準として不動産の集合体を考えるならば、同じような使われ方をしている不動産の集合体という形で地域を捉えるならば、他の地域と区別されるべき特性というのが認められて、その他の地域とのね、違う特性ですね、その相関係、地域の特性の違いを通じてそれぞれの地域の社会的経済的位置が決まってくるんだ、それぞれの地域の価格水準優劣が決まってくるんだとの特性が地域の特性ということになってきます。8ページ、はい、上の図のところを見てください。8ページ上の図のところを見てください。ABC3 つの地域がありまして、 A 地域は駅前の店舗が立て並ぶ商業地域です。
B 地域は郊外の戸建て住宅が立ち並ぶ住宅地域です。 C 地域は駅前の事務所ビルが立ち並ぶ、商業地域です。それぞれ地域の特性が認められます。でこの地域の特性同士を比較すれば、一般的には駅前の、店舗が立ち並ぶ商業地域だったり、事務所ビルが立ち並ぶ商業地域よりも郊外の戸建て住宅が立ち並ぶ住宅地域の方が価格水準が低い傾向にあるんだってことね。地域の特性の違いを比較すれば、それぞれの地域の価格水準、優劣ですね、把握することができる、そういった特性が地域の特性ということになってきます。でこの地域ですね、さまざまな観点から捉えることができまして、7ページ戻っていただきまして、はい、下説明文のところを見てください、はい、地域の特性と書かれている説明文のところを見てください。本文、地域は特定の自然的条件、人文的条件の全部または一部を共通にすることに成り立っており、自然的条件を共通にして構成される武蔵野台地、最上川流域等といった地域や行政に区画される東京都、8ページ、大阪府等の地域は考える、また日常生活品の小売店舗を中心と構成される丸々駅前商店街といった地域等も考えられる。このように地域を分別して認識する場合、その把握の観点の違いによって地域には種々のものが考えられ、一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているんだということになってきます。はい、ではですね、マーカーしていきましょう。最終2行マークをしてください。一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているというところをマークをしてください。一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているというところをマークをしてください。さまざまな観点から把握される地域に重なって属しているのが不動産なんだということになってきます。例えば今これ収録している東京23区の中野区内のレッコ本社ビル、でこのレッコ本社ビルが損するですね、土地についていろいろ考えていきますと、まずはそうですね、自然的条件という観点からすると、このレッコ本社ビルが、関東平野に属しているなということね、続いてそうですね、行政区画という観点からするとレッコ本社ビルは東京23区内ね、中野区内に属しています。あと交通体系という観点からすると、東京はね、あの東西にこれ、ね、中央線というのが走ってるんですけど、これ中央線沿線沿いなんですね。このようにさまざまな観点から地域に重なって属しているのが不動産ですね、地域の特性ということになってきます。でさまざまな観点からさまざまな地域に属していて、でもう一度7ページ、不動産というのはさまざまな観点からの地域に、地域の特性に影響を受けて価格が決まってくるんだ、その特性が不動産の地域性ですね。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるんだ。なので適正な価格を求めるためには、不動産がどのような地域に存して、その地域はどのような特性を有していて、その特性は不動産の価格にどういった影響を与えるのかということを分析する必要がありまして、それが6章で学びます地域分析です。6章地域分析の理論的根拠になるのが、この不動産の地域性、戻ってきた時に思い出せるようにしておくのが復習のポイントということになってきます。はい、では続いて今度は不動産の価格の特徴ですね、全部で4つ出てきます。いずれも重要なんですが、今度は不動産の価格の特徴、8ページ進んでください。はい、不動産の価格の特徴ですね、全部で4つそれぞれ重要です。確認していきます。じゃあまずは1つ目からですね、8ページ一番下括弧1と書かれているところを見てください。価格の特徴の1番確認していきます。括弧1、不動産の経済価値は一般に交換の対価である価格として表示されるとともに、その要益の対価である賃料として表示されるとなっています。不動産の経済価値は交換、要は売買、手に入れることの対価である価格として表示されるとともに、要益、これ使用収益の略です。要は借りることの対価であります賃料としても表示されるんだということです。不動産の経済価値は交換、売買、手に入れることの対価であります価格として表示されるとともに、要益、使用収益、借りることの対価であります賃料としても表示されるんだということになってきます。でこの価格と賃料には根本的な違いがありまして、9ページ上説明文移ってください。
はい、9ページ上、まずは価格から本文。不動産の価格は不動産が存続する全期間にわたって不動産を使用し収益することができることを基礎として表する経済価値を貨幣額で表示したものであるとなっています。はい、1行目、全期間というところをマークをしてください。全期間マークをしてください。全期間マークをしてください。価格売買手に入れることの対価、手に入れたらば一生も自分のものとして使い続けることができる。つまり不動産の価格というのは不動産が存続する全期間に対応した価値概念が価格なんだということになってきます。で、対比的にした賃料の方を見てください。本文、不動産の賃料は上記全期間のうち一部の期間において賃貸借契約等に基づき不動産を使用し収益することができることを基礎として表示する経済価値を貨幣額で表示したものを主体とするものであるとなっています。はい、1行目、一部の期間というところをマークをしてください。一部の期間マークをしてください。一部の期間マークをしてください。不動産は借りることの対価ですよね。例えば皆さんアパートとかマンション借りて月額賃料とか払ってますよね。それ1ヶ月借りることの対価として払ってます。つまり賃料というのは不動産が存続する全期間のうち一部の期間に対応した価値概念が賃料なんだということになってきます。この価格と賃料で前提とする期間が異なる、この期間概念が異なるということが様々な議論でこう理論的根拠になっていく、これ非常に重要な違いです。この価格と賃料の根本的な違いが様々な議論で理論的根拠になっていきます。なのでちょっと横見出しにメモ書きしておきましょう。横見出しのところにメモ書きで期間概念が異なるとメモ書きしといてください。これ価格と賃料の根本的な違いです。期間概念が異なるというのが価格と賃料の根本的な違い、これがさまざまな議論で理論的根拠な、これ非常に重要な違いです。なのでこれはもうしっかり押さえておいてください。私が価格と賃料の根本的な違いは何ですかって聞いたときにはすぐに前提とする期間概念が全期間と一部の期間概念が異なるんだってことですね。これはしっかりと理解をしておいてください。さまざまなところでこれね理由として出てきます。非常に重要な違いということになってきます。で、この価格と賃料との間の一定の関係が認められます。もう一度8ページ下、基準戻ってください。8ページした基準戻ってください。では2行目最後、そしてから見てください。そしてこの価格と賃料との間にはいわゆる元本と果実との間に認められる相関関係を認めることができるとなっています。はい、マーカーしてください。下から2行目から元本と果実との少し飛ばして相関関係というところをマークをしてください。元本と果実との相関関係というところをマークをしてください。価格と賃料との間には元本と、まあ、利子のようなもね、元本と利子、果実との間の相関関係が認められるんだということになってきます。どういったことかというと、で9ページ真ん中ちょっと上、こう時系列的な図のところを見てください。要は全期間に対応した元本であります価格が上昇した場合には一部の期間に対応した価値であります賃料も上昇するでしょうということです。逆に一部の期間に対応した価値であります賃料が下落した場合にはその大元であります全期間に対応した元本である価格も下落するでしょうということです。一方が上昇すれば他方も上昇する、もしくは一方が下落すれば他方も下落する、そういった関係のことを元本と価値との相関関係と言います。なので分かりやすく8ページ、この相関関係の前にメモ書きで挿入で繊維のって言葉をですね挿入しておいてください。メモ書きでこれ一方が増えれば他方も増える、もしくは一方が減れば他方も減る、そういった関係ですので性の相関関係が認められるんだということになってきます。繊維のって言葉を、ね、入れておいてください。
価格と賃料との間には元本と借り手の正の相関関係が認められるんだということになってきます。では踏まえて、そういった特徴があるんだで終わりじゃなくて、そういった特徴を踏まえてそれを鑑定評価に反映していく必要があります。価格と賃料との間には元本と借り手の正の相関関係があります。であるならば、しっかりと果実であります賃料を把握すれば、この相関関係を使って元本である価格を求めることができるんじゃないか、逆に元本である価格をしっかりと把握すれば、この相関関係を使って果実であります賃料を求めることができるんじゃないかって結論につながっていきます。7章で価格賃料を求める手法というものを学ぶんですけど、その中で元本と果実との相関関係に着目した手法というのが出てきます。9ページ真ん中下ですね。果実であります賃料からこの相関関係を使って元本である価格を求めたり、逆に元本である価格からこの元本果実の相関関係に着目して果実であります賃料を求める、そういったね、価格賃料を求める手法というものが7章で出てきます。具体的には、収益還元法、積算法、利回り法というんですけど、こういった具体的な名称はいいので、7章でこれら元本果実の相関関係に着目して価格賃料を求める手法を学んだときに、必ずこのね、価格の特殊の1番8ページに戻ってきます。戻ってきたときに、あ、そういえば1回目の講義でなんか元本果実との相関関係に着目して価格だったり賃料を求める手法があるんですと、ね、なんか講義で言ってたなって思い出せるようにしておくのが一章の復習のポイントということになってきます。価格の特徴のこれ1番ということになってきます。では2番目、10ページ進んでください。はい、価格の特徴の2番確認していきます。括弧2というところを見てください。基準、不動産の価格または賃料はその不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価または経済的利益の対価でありとなっています。まずここまで。不動産の価格賃料というのは、権利もしくは経済的利益の対価なんだ。権利というのは法的な裏付けがあるもの、利益というものは権利までは高められていないが一般に取引価値のあるもの、何が権利で何が利益というのは聞かれませんので、もう単純に価格賃料というのは権利利益の対価なんだと、そういった意味だと思ってください。価格賃料というのは権利利益の対価なんだということです。重要なのは後半です。また書き以降から見てください。また2つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合には、それぞれの権利利益についてその価格または賃料が形成されうるとなっています。はい、最後、うるというところをマークをしてください。うるというところをマークをしてください。最後ですね、うるというところをマークをしてください。同一不動産上に2つ以上の権利利益が損する場合があって、その場合にはそれぞれの権利利益について価格が形成されることがありますよということです。逆に言うと、必ず形成されるわけではないんだということを表している表現がこの得るという表現になってきます。例えば私が土地を持っていて、この土地を第三者に貸した場合には、このね、同一土地上に私の土地の所有権とこの第三者が借りている権利ですね、2つの権利が損する場合があって、それぞれについて価格が形成されることがありますよとの特徴が価格の特徴の2番ということになってきます。必ず形成されるわけじゃないんだってことね、そのことを表している表現がこの得るという表現になってきます。ではこの価格の特徴の2番を踏まえて、鑑定評価においてはどのような点に注意する必要があるかというと、価格というのは権利利益の対価で、同一不動産上に2つ以上の権利利益を損する場合には、それぞれについて価格が形成されることがあるんだって特徴ですよね。なので評価だっては対象となる不動産にどのような権利利益が損していて、で2つ以上の権利利益が損する場合にはどちらの権利利益が評価の対象になるのか確認する必要があるんだということです。価
価格というのが権利利益の対価で、同一不動産上に2つ以上の権利益損する場合にはそれぞれ価格が形成されることがあるんだから、評価にあたっては適正な価格を求めるためには対象なる不動産にどんな権利利益が損していて、で2つ以上の権利利益が損する場合にはどちらが評価の対象になるのか確認する必要がある。これ8章鑑定評価の手順で対象不動産の確認という作業を行っていきます。その理論的根拠になるのがこの価格の特徴の2番ということになってきます。対象不動産にどんな権利利益が損していて、で2つ以上の権利利益損する場合にはどちらが評価対象になるのか確認する人がある。これ対象不動産の確認と言います。8章ですね、鑑定評価の手順の一つとして出てきます。その理論的根拠がこの価格の特徴2番、戻ってきた時に思い出せるにしとくのが重要ということになってきます。では続いて価格の特徴の3番ということになってきます。はい、価格の特徴の3番確認していきます。括弧3、不動産の属する地域は固定的なものでなくて常に拡大縮小集中拡散発展衰退等の変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるかどうか、仮に現在最適なものであっても時の経過を伴ってこれを持続できるかどうか、これらは常に検討されなければならない。したがって不動産の価格または賃料は通常過去と将来とにわたる長期的な考慮のもとに形成される。今日の価格または賃料は昨日の展開である明日を反映するものであって常に変化の過程にあるものであるとなっています。価格の特徴の3番ですね。先ほど不動産の特徴特性として不動産の地域性というのがありますよね。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだとの特性でした。じゃあその地域というのは常に固定的かというとそうではなくて、拡大縮小集中拡散発展衰退と変化の過程にあるんだってことです。地域は常に変化します。ということはその地域の特性の影響を受ける価格も最終業常に変化の過程にあるんだとの特徴が価格の特徴の3番です。最終業をマークをしてください。常に変化の過程にあるというところをマークをしてください。これ価格の特徴の3番です。常に変化の過程にあるというところをマークをしてください。不動産は地域性、地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだ。じゃあ地域は固定的なものかというとそうじゃなくて、常に拡大縮小発展集中拡散発展衰退と変化の過程になる。地域は常に変化の過程になるんだ。では変化する地域の影響を受けて価格も常に変化の過程にあるんだとの特徴が価格の特徴の3番ということになってきます。では踏まえて鑑定評価にあたってはどのような点に留意する必要があるかというと、地域は常に変化していてその影響を受けて価格も常に変化している。なので鑑定評価にあたってはさまざまな事柄について動態的に把握していく必要があるんだって結論につながっていきます。地域は常に変化している、その影響を受けて価格も常に変化しているので、評価にあたってはさまざまな事柄について動態的に把握していく必要があるんだとの結論につながっていきます。なので担当の問題でなんか現状のみで良いとか将来は考慮する必要がないとかそういったニュアンスの足が出てきた場合にはこれ誤りの可能性が高いです。この価格の特徴の3番の結論として鑑定評価にとってはさまざまな事柄について動態的に把握する必要がありますので、担当の問題でなんか現状のみで良いとか将来考慮する必要がないとかそういった意味合いの足が出てきた場合にはそれは誤りの可能性が高いんだということになってきます。で今までの、ね、価格の特徴 1,2,3 は抽象的な価格の特徴の、ね、説明だったんですけど、最後の4つ目は現実の価格の特徴が示されています。はい、11ページ価格の特徴の4番ですね。これ現実の価格の特徴が示されています。4番見てください。4番、不動産の現実の取引価格等は取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちのものであって、このような取引価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。したがって不動産の適正な価格については専門家としての不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となるものであるとなっています。これ現実の価格の特徴が示されています。
不動産の現実の取引価格等々というのは、個別的な事情のもと、個別的に形成されるんだ。例えば、相続税払わなきゃならないので、売り急いで割安で売ってしまったり、あとは、例えば、駅前の土地をどうしても買わなきゃいけないので、買い済んで割高で買ってしまったりということですね。現実の取引価格等々というのは、様々な事情のもと、個別的に割高割安で形成されることが、多々あるんだってこと。つまり一言で言うならば、価格の特徴の4番、現実の価格の特徴としましては、では4行目見てください。必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない。そこマークしてください。これが価格の特徴の4番ですね。簡潔に示している内容です。必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない。マークをしてください。これ価格の特徴の4番、簡潔に示した内容ということになってきます。様々な事情のもと、個別的に割高割安で形成されることが多々あるので、つまり現実の不動産取引価格等々というのは、必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない。そういった価格なんだということになってきます。で、この価格の特徴4番については、基準でちゃんと結論まで示してくれています。基準戻ってきまして、でそういった必ずしも適正な価格を表しているとは限らない現実の取引価格等々から誰しもが納得する不動産の適正な価格を素人であります一般の人が求めることができるかというと、それは困難なんだ。なので誰しもが納得する適正な価格については我々専門家不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となってくるんだ。この価格の特殊点4番はしっかりと結論まで示してくれています。これ鑑定評価の必要性が示されている内容になっている。なので論文の方の試験で、論文式試験で鑑定評価の必要性について述べなさい、そういった問題が出された場合には、もうズバリこの価格の特徴の4番を回答用紙に記述すれば問いに対する答えということになってきます。はい、以上価格の特徴4つ、これいずれも重要です。この不動産の価格の特徴は1番から4番ね、いずれも重要です。戻ってきた時に思い出せるようにですね、こうしっかりとですね、こうイメージ持てるようにねしといてください。はい、で一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第3ユニット講義の方終了いたします。はい、では最後第4ユニット講義の進めていきましょう。テキスト12ページ開いてください。テキスト12ページ開いてください。はい、では第3節ですね。不動産の鑑定評価、行為そのものですね、さまざまな観点からの鑑定評価の意義を学んでいきます。この12ページの基準の中で、さまざまな観点からの鑑定評価の意義が示されてまして、それを取り出したものが13ページの上の説明文、丸1から丸5ですね、鑑定評価の意義です。最後5番目はこれ4章で出てくる意義なんですけど、これまとめてですね、鑑定評価の意義確認していきます。でこれ5つの観点からの鑑定評価の意義が示されています。でまずは丸1、ちょっと横見立ちにメモ書きしてきたんですけど、丸1はどういった観点からの鑑定評価の意義かというと、これ形式論、形式という観点からの鑑定評価の意義が丸1です。丸1の鑑定評価は形式論、形式という観点からの鑑定評価の意義が示されています。では形式論としての鑑定評価の意義ですね、確認していきます。はい、丸1見てください。丸1、不動産の鑑定評価はその対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をもって表示することであるとなっています。これ形式論としての鑑定評価の意義です。対象である不動産、これ略して対象不動産と言います。鑑定評価は対象不動産の経済価値を判定し、いくらいくら貨幣額をもって表示することが鑑定評価なんだということになってきます。なので不動産の有効活用をアドバイスするコンサルティング業務ですね、不動産の有効活用をアドバイスするコンサルティング業務ですね、これ不動産の経済価値を判定して金額を示す、そういった仕事ではない、作業ではないですよね。なのでコンサルティング業務は鑑定評価には含まれないんだということになってきます。まずね、丸1、これ形式論としての鑑定評価の意義です。で続いて丸2は、これ役割という観点からの鑑定評価の意義が示す、これ役割です。丸には役割という観点からの鑑定評価の、ね、役割、
という観点からの鑑定評価の意義が示されています。では役割という観点からの鑑定評価の意義ですね、丸に見てください。丸に、不動産の鑑定評価はこの社会における一連の価格秩序の中で、その不動産の価格及び賃料がどのようなところにするかを指摘することであるとなっています。世の中にはお米1俵いくら、車1台いくらみたいに一連の価格秩序があります。その中での不動産の価格賃料の位置づけを指摘する、そういった役割を持っているのが不動産の鑑定評価だ。役割という観点からの鑑定評価の意義が ② ということになっていきます。この ② 役割という観点からの鑑定評価の意義をですね、読み替えたものがありまして、はい、下の鑑定評価の社会的公共的意義というところを見てください。では基準、それはまた、鑑定評価はまた、この社会における一連の価格秩序の中で対象動産の価格の占める適正なありどころを指摘することであるから、その社会的意義、公共的意義は極めて大きいと言わなければならないとなっています。社会における価格秩序の中での、価格の占めるですね、位置づけ、適正なありどころを指摘する、そういった役割を持っている鑑定評価、この位置づけを示す、例えばサラリーマンの年収の何倍が不動産の価格です、そういった位置づけを示すことがサラリーマンの幸福だったり社会の成長だったり発展にもつながっていきます。なんでそういった社会の成長発展、個人の幸福にも影響を与えるような、そういった位置づけを示す、そういった役割を持っている鑑定評価の社会的公共的意義というのは大きいものなんだ、極めて大きいんだとの内容が、この社会的公共的意義の内容ということになってきます。で、上戻っていただきまして、では3つ目ですね、丸3はこれ市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義が丸3ということになってきます。丸3はこれ市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義が示されています。鑑定評価というのは、なんか理想的な価格を求めるのが鑑定評価ではなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価です。鑑定評価というのは、なんか理想的な価格を求める、そういったものではなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価、つまり鑑定評価というのは市場代行機能を有しています。で、この市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義が ③ ということになっていきます。で、③、この定義、ピンクでマーカーしてあります。これからピンクでマーカーしていくところは、これ担当対策としても重要なフレーズ、文書で、まずは優先的に暗記をしてほしいところをピンクでマーカーしていきます。一章はもうここだけです。頑張って、これ担当対策としても重要ですので、頑張ってね、まずは優先的にこれ一章、この ③ の意義ですね、暗記していくようにして、もう本当に100回ぐらいブツブツ言えばなんとか覚えられると思いますので、頑張って、一章この一箇所だけですので、まずは優先的にこれ担当対策としても重要ですので、ピンクでマーカーしたところですね、今後もマークを暗記をしていくようにしてください。担当対策としても重要な、まずは優先的に暗記すべきことからですね、今後ピンクでマーカーしていきます。では市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義ですね、丸3見てください。不動産の鑑定評価とは、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるだろう市場価値を表する適正な価格を不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるものであるとなっています。理想でなく現実の社会経済状態の下で合理的な市場で形成される誰しもが納得する適正な価格を不動産鑑定士が把握する作業が鑑定評価なんだとの意義ということになってきます。続いて ④ はどういった観点からの意義かというと、④ はですね、行為主体、主体という観点からの意義が ④ の意義です。⑤ は行為主体、主体という観点からの意義が ⑤ の意義ということになってきます。では主体という観点からの鑑定の意義ですね、確認していきます。丸を見てください。不動産の鑑定評価とは、不動産の価格に関する専門家の判断であり意見であるとなっています。鑑定評価というのは、我々鑑定士専門家の判断意見を表明するものなんだということになってきます。
判断意見の表明なので、ゆえに例えば同一の不動産について同一の依頼目的条件で2人の鑑定士に評価を依頼して、できた鑑定評価額が異なった金額になったとしても、そのこと自体は問題ないんだということです。鑑定評価というのはそれぞれの鑑定士が判断意見を表明するものなので、同じ不動産について同じ依頼目的条件で複数の鑑定士に評価を依頼して、出てきた鑑定評価額が異なった金額になっていたとしても、そのこと自体は問題はないんだということになってきます。これ間違いなし簡単で、鑑定評価というのは客観的でなければならないので、不動産鑑定士は判断を介在したしてはならないとか、そんなことはないです。鑑定評価というのは鑑定士が判断意見を表明するものです。これ判断意見を入れてはならないとすると、まあ、鑑定士なんていらないわけですよね。あのコンピューターに数字を入れればもうね、誰も鑑定評価で求めることできます。この判断意見を入れることができるのがある意味鑑定士の腕の見せ所で、まあ、鑑定士の存在意義を表している意義がこの ④ の鑑定評価の意義ということになってきます。最後丸五はどういった観点からの意義かというとね、これ価格形成過程ですね。過程という観点からの意義が丸五です。丸五はですね、価格形成過程ね、過程という観点からの意義が丸五の意義ということになってきます。では過程という観点からの観点はいいですね。丸五見てください。不動産の鑑定評価はその不動産の価格の形成過程を追求し分析することを本質とするものであるとなっています。丸三で鑑定評価というのは市場代行機能で市場に成り代わって価格を求めていくもの。なので鑑定評価というのはその市場での価格形成過程を追求分析することを本質とするものだ。そういった意義が丸五の意義ということになってきます。以上5つの観点からの鑑定評価の意義ですね。まあ、特にこのね市場代行機能という観点からこの丸三の意義ですね。ピンクでマーカーしてあります。まずは1章ですね、暗記を進める際にはこの丸三の意義から暗記を進めてください。これ担当対策としても重要な意義ということになってきます。はい、では14ページ進んでください。はい、最後の節ですね、第4節確認していきましょう。はい、不動産鑑定士の責務ですね、責任義務、不動産鑑定士に課せられている責務は何なのか確認していきます。この第4節で不動産鑑定士の責務は3つのブロックから成り立っています。この責務はね、3つのブロックから成り立っています。まずね、ブロック分けしていきましょう。第1ブロックは初めの4行ですね。ちょっと斜線引いておきますね。第1なのかね、初めの4行までが第1ブロックで、こう斜線かなんか引いてみてください。で続いて第2ブロックは5行目から下にこうカッコ1というのがあると思うんですけど、2行ほど上、さらにって表現があると思うんですけど、その前ですね、さらにの前で斜線区切ってください。さらにの前ですね、さらにの前までが第2ブロックです。5行目からで、5行目からですね、さらにの前までが第2ブロックで、さらに以降最後までが第3ブロックということになっていきます。責務は3つのブロックから成り立っても、それぞれの観点からの責務が示されています。ではまずは第1ブロック、どのような観点からの責務が課せられているかといいますと、1行目見てください。はい、では基準、土地は土地基本法に定める土地についての基本理念に即して利用日取引が行われるべきであり、特に投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士はこのような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければならないとなっています。はい、では1行目マークをしてください。土地基本法というところをマークをしてください。土地基本法ですね、マークをしてください。第1ブロックはこれ土地基本法からの責務が示されています。から法律名ですね、土地基本法からの要請責務が示されています。土地基本法、これ行政法規で学ぶ法律です。中身はそちらでね、詳しく確認していただきたいんですけど、これバブルの頃にできた法律ですね。基本理念が示されています。例えば2行目、特に投機的取引の対象とされてはならない、こういった基本理念が示されています。なので
鑑定士もこういった基本理念を踏まえて鑑定評価を行わなければならないんだとの要請が第一ブロック、これ土地基本法からの要請責務ということになってきます。では続いて第二ブロックですね、5行目から見てください。ちょっと長いんですけど一気にさらにの前まで読んでいきます。5行目から、不動産鑑定士は不動産の鑑定評価を担当するものとして十分に能力のある専門家としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ供与されるものである。したがって不動産鑑定士は不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解し、その責務を自覚し、的確かつ誠実な鑑定評価活動の実践をもって社会一般の信頼と期待に報いなければならない。そのためにはまず不動産鑑定士は同法に規定されている通り良心に従い誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為をしてはならないとともに、正当な理由がなくてその職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないことは言うまでもなく、ここまでが第2ブロックです。で第2ブロック、どのような観点からの責務、ね、要請が示されているかというと、では、6行目ですかね、法律名、不動産の鑑定評価に関する法律、マークをしてください。不動産の鑑定評価に関する法律、マークをしてください。不動産の鑑定評価に関する法律ですね、マークをしてください。第2ブロックは、不動産の鑑定評価に関する法律からの要請責務が示されています。こちらの法律も行政法規で学ぶ法律です。やはり中身はそちらで確認をしていただきたいんですけど、この不動産の鑑定評価に関する法律で、不動産鑑定士は専門家としての地位を認められています。なので、地位に見合った責務を負うでしょってことです。例えば、誠実な鑑定評価活動の実践をもって、社会一般の信頼と期待に報いなければならない、そういった責務を負ってるんだということになってきます。第2ブロックで試験対策上重要なのは、守秘義務です。鑑定士も守秘義務を課せられています。で、そのことについて示しているのが、さらにの上2行、正当な理由がってところから見てください。もう一度。さらにの上2行、正当な理由がところから見てください。正当な理由がなくてその職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない、これ鑑定士に課せられている守秘義務。ではキーワードをマークをしてください。正当な理由がなくてマークをしてください。正当な理由がなくてマークをしてください。鑑定士は正当な理由がなくて職務上知り得たことをですね、まあ、公表してはならないんだとね、守秘義務が示されています。なので依頼者からの要請であったとしても、この正当な理由がなければ知り得たことをですね、依頼者に伝えてはダメなんだということになってきます。一方で正当な理由があればいいので、いかなる場合も知り得たことを示してはならないというのも誤りなしということになってきます。この鑑定士の守秘義務は、行政法規でこの不動産に関する鑑定、不動産の鑑定評価に関する法律を学んだときに、やはり、ね、出てきます。なので行政法規でこの鑑定士の守秘義務が出てきたときに、あ、鑑定理論の総論第一章、不動産鑑定士の責務でも、この鑑定士の守秘義務が出てきたなって形でね、こう関連させて理解できるようにしておいてください。ではさらに以降の第3ブロックは、こちらは基準からの要請です。第3ブロックは今学んでいます基準からの要請ですね。守るべき5つの事項ですね、遵守事項が括弧1から括弧5という形で示されています。第3ブロックはこれ基準からの要請です。基準からの責務が示されています。さらに以降を見てください。さらに次に述べる事項を遵守して資質の向上に努めなければならない。まずは括弧1、高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とが有機的に統一されて初めて的確な鑑定評価が可能となるのであるから、普段の勉強と研鑽等によってこれを体得し鑑定評価の進歩改善に努力することですね。これまさにこう私に言われているようなことですかね。鑑定士になってからも、ね、勉強と研鑽なんだってことですね。そういった道徳的な責務が示されています。括弧に見てください。
依頼者に対して鑑定評価の結果を分かりやすく誠実に説明を行えるようにするとともに、社会一般に対して実践活動をもって不動産の鑑定評価率の制度に関する理解を深めることにより、不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努めることとなっています。後半はまあ当たり前のことですかね。しっかりと評価して信頼を高めなさいということなんですけど、前半はこれ説明責任が示されています。鑑定評価の結果を分かりやすく説明しなさいということです。なんか難しい言葉とか使うんじゃなくて、鑑定評価結果について分かりやすく説明する責任を鑑定士は負ってるんだってことです。この説明責任重要ですね。昔はそれこそ鑑定評価の成果物のことを鑑定評価書っていうんですけど、この鑑定評価書を依頼先にこう、ね、送っただけでもう終わりみたいな、そういった時代だったんですけど、今説明責任が非常に重要なので、やっぱり、ね、実際に相手方に行って、それこそ、ね、1時間ぐらいとか時間かけて、この数値はこんな理由ですとか、この、ね、賃料はこういった理由でこの賃料の水準にしてますとか、もう一つ一つ丁寧に、ね、やっぱ説明する人がやっぱ、ね、説明責任ですね、やっぱ重要視されています。続いて遵守事項3つ目ですね。括弧3見てください。不動産の鑑定評価にあたっては、事故または関係人の利害の有無、その他いかなる理由にかかわらず、公平妥当な態度を保持することとなっています。自分だったり関係人等との利害にかかわらず、ね、いかなる理由にかかわらず、ね、常に公平妥当な態度を保持して鑑定評価を行う必要があるんだとの、ね、遵守事項です。鑑定業界で今、ね、問題視されているのが依頼者プレッシャーという問題があります。依頼者からプレッシャーを受けて、例えば安い金額で鑑定評価を出してくださいって、ね、依頼を受けて、でそれに迎合して安い鑑定評価を出して、まあ、不当鑑定ってことですね。そういった問題がですね、こう依頼者プレッシャーと言います。確かに報酬をもらうのは依頼者からです。ただあくまで鑑定評価というのは依頼者等々ですね、いかなる理由にかかわらず常に公平妥当な態度を保持して、公平中立な立場から誰しもが納得する適正な価格を求めるのが鑑定評価です。依頼者の利益になるような価格を求めるのが鑑定評価ではありません。確かに報酬をもらわない依頼者です。ただあくまで鑑定評価というのは依頼者の利害等々、その他いかなる理由にかかわらず常に公平妥当な態度を保持して、公平中立な立場から誰しもが納得する適正な価格を求めるのが鑑定評価なんだということになってきます。では括弧4を見てください。遵守事項括弧4。不動産の鑑定評価にあたっては専門職業家としての注意を払わなければならないこと、プロである以上プロとしての注意を払いなさいということです。例えば依頼者から資料を提供されました。それをね、全然調べることなく鵜呑みにして資料を採用して、なんか間違った鑑定評価を出し、そんなことはしてはダメなんだってことです。プロである以上ですね、依頼者から提供された資料についても鵜呑みにすることなく、しっかりとねチェックをしてですね、注意を払って採用する必要があるんだ、そういった責務が括弧4ということになってきます。で、試験対策上重要なのはこれ5番目なんですね。15ページ移ってください。遵守事項の5番目、これよく試験に出されています。はい、試験対策上重要なのは、ね、この、ね、括弧5ですね。5番目の遵守事項ということになってきます。括弧5、事故の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、または縁故もしくは特別の利害関係をする場合と、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこととなっています。はい、で3行目、原則としてというところをマークしてください。原則としてマークしてください。これ受託責任について述べているのが括弧5、5番目の遵守事項です。能力を超えているような評価、もしくは利害関係を有するような評価、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として鑑定評価を引き受けてはならないんだってこと。逆に言うと、この原則としてって表現は、例えば利害関係等々を有する場合だったとしても、一定の場合には例外的に鑑定評価を引き受けることができるんだということを示している表現が、この原則としてって表現です。
利害関係がある場合にも一定の場合には例外的に鑑定評価を引き受けることができるんだということを表しているのがこの原則としてという表現になってきます。でこの原則としてって表現は担当の本試験でこう簡単に間違いの足を作ることができるので頻繁にですね関わる問題が出されています。こういった形です。画面見てください。原則として間違い足のパターンとしましてはまずは一つ目原則例外逆パターンです。この中特別な利害関係をし公平な鑑定評価を害する恐れのある時においても公平妥当な態度を保持していれば原則として不動産の鑑定評価を引き受けても構わないとなっています。原則引き受けてはならないでしたよね。これ原則例外を逆にした誤りのパターンということになってきます。続いて例外なしの誤りパターンです。こういった内容ですね。不動産鑑定士は常に公平妥当な態度を保持しなければならず特別な利害関係をする場合はいかなる場合であっても不動産の鑑定評価は引き受けてはならない。あくまで原則として一定の場合には利害関係があっても鑑定が引き受けることができる場合があります。なのにこれいかなる場合も引き受けてはならない例外なしの誤りのパターンです。このように簡単に間違いなし作ることができますので今後も原則として表現はですね数多く出てきます。意識してこの原則としては狙われやすいところですので意識してですね確認していくようにしてください。はい、以上第4節ですね。不動産鑑定士の責務です。あと責務の問題としましてはこういった行為は責務に反しますかみたいな問題が出されたりします、こういった行為は責務に反しますか、そういった問題が出た場合にはもうズバリ道徳論です。道徳論で判断すれば正解を導き出すことができます。例えばこんな話、不動産鑑定士に課せられている、責務の大きさは所属する事務所の大小によって異なってくる。どうでしょうか。不動産鑑定士に課せられている責務の大きさは所属する事務所の大小と大小によって変わってくる。どうでしょうか。これ変わってこない罰だってこと分かりますよね。事務所が大きかろうが小さかろうが不動産鑑定士に課せられている責務というのはこれ同じです。なので道徳で判断すればこういったですね誤りなしで判断することができますので、そういった問題ができた場合にはですねこう道徳論で判断するようにしてください。はい、で今回ね、一応ね、第1章ですね、ここまでにしておきます。で、1章のポイントはね、第1節から第4節まで一通りですね、講義を聞いていただいて、なんとなくお分かりいただけたと思うんですけど、やっぱりね、これ、抽象論なんですね、抽象論なので、ちょっとね、なかなか理解が実は難しい表現になっています。なので、冒頭で説明した通り、こう2章以降で具体的な概念、これからね、学んでいきます。学んだ時に必ず1章に戻ってきますので、戻った時に迷子にならない程度に思い出せるようにしておくのが1章の復習の到達点です。細かいところまで一言一句覚えるとかそういうことないです。戻ってきた時に思い出せるように、それぞれの概念についてこうイメージを持っておくですね。思い出せるようにしとくね。そこまでにしとくのが一章の復習のポイントです。で、復習においてやっていただきたいのはこの足別鑑定理論ですよね。解いていただくということです。で、解いていただきたい足別なんですけど、でもちょっとパワーポイント画面集ちょっと準備をしていただきまして、パワーポイント画面集。で表紙をめくっていただきますと、表紙をめくっていただきますと、講義進度表というのが示されています。パワーポイント画面集を表紙めくりますと、裏側に講義進度表が示されています。各回で扱う章ですね、分野。あとは、合格基礎テキストの該当ページとともに復習において解いていただきたいですね、足別鑑定理論のページと足番号が示されています。今回第1回で学んだ内容、足別はですね、上巻の4ページ足の1から36ページの足の115までが今回のですね第1回の範囲の足別です。この範囲の中でですね、範囲の中で下の方に説明があるんですけど、この範囲の中で、復習にあたっては足別鑑定理論の該当箇所のですね、星3つの足をまずは解くようにしてください。1回目の復習は星3つだけで大丈夫です。この講義進度表のですね、各回の該当している足のですね、足別鑑定理論の、ね、まずは1回目の復習は星3つです。で、
2度目3度目の復習からはですね、星2つにも広げて合わせて解いていく。まず1回目の復習は星3つだけで大丈夫です。星1つの足は解く必要がないんだってことです。網羅性の観点から掲載していますが、星1つはやらないでください。これ無視してください。これ解く必要がありません。なのでまずはね、1回目の復習ですので、星3つの足ですね、解いてですね、出されやすいキーワードですね、理解を伴ってですね、キーワードを押さえていく。でテキストに戻って、前後の知識も確認してテキストを網羅的に潰していくというのが鑑定理論の復習の仕方ということになってきます。はい、では以上をもちまして1回目の講義を終了いたします。お疲れ様でした。